よし、新年もド派手に行こうぜ。明けましておめでとうございます、イカレクということで、2018年一発目のトーラブ実況でございます。さて本日元旦、まずは日常の庭ワンイヤーのドッグイヤーな飾りが配られて、明日はお弁当と小判で、3日は富士と遠征の修行の方をくれてもいいんじゃないのかな。そして恵比寿袋、なんと9800円で極めの意識が手に入る。左の方の方がおまけだね。迷うけども、いやちょっとさ、ホニャララレコードやらホニャララグランドオーダーとかでさ、福袋的なものを買ってしまったから、こっちはちょっとやめとくわ。そしてこれですよ、これはもう素晴らしい行幸、なんという行幸シールを集めて入手しよう。好きな刀剣男子と引き換えられる。好きな刀剣男子と引き換えられる。へえ。日向正宗以外の69振り。ありがてえ、ありがてえ。明日からの、このローソンシール、あのね、リラクマとか、なんかついてるやつ、あのパンについてるあれですね、これをゲットすると、で、12枚集めればいいってこと？で、2月に引き換えられると。で、俺ゲットしてないのはあいつだけなんで、なんか縛られてるあいつだけなんで、もう迷うことなくと。いろいろゲットしてない人は、担当キャンペーンでしか出てないやつとかはいいのかなっておすすめされてるね。またあれでしょ、おみくじ引いてだね。で、花丸の2期、それを記念して1月8日から、多分あいつはログインすると歌集がもらえたり素材がもらえたりとか、活劇の時と似たような感じでしょ。服ってのはで、近似にしてたやつがハッピーニューイヤーしてくれるんだよね、多分。去年いなかったやつってどこからだそのあたりを聞いておきたいけど、じゃあまあちらほら聞いていきますか。明けましておめでとう。おめでとう。僕はちゃんと新年の挨拶もできるんだ。えらいね。プリッツとかあげよう。明けましておめでとう。おや、その手は何だい？お年玉？いや、わかんないよ。お手って出してる手かもしれないよ。でも、心よく、ワンって言いながらやってくれそう。あと誰も見ようかな。小豆棒は歯を鍛えるのだぞ。ゴーくん、トモエ、コリュウ、ミキシン。まあ、全部じゃなくていいか。極めは関係ないかな？どうだろう、極めと普通の方で変わるんかね。じゃああと一人だけとりあえず見とこう。あ、てか去年と変わる？変わってない、どっちだ。それによりけりだけども、大丈夫大丈夫。あの誰かがね、2018明けましておめでとう近似動画まとめみたいのね、あのすごく早く上げてると思うんで、なんかそっちで補填してもいいんじゃないかな。まあ欲を言えばやっぱ自分で見てくださいだけど。弟を率いるのと慎んで新年のお喜びを申し上げる。さて弟たちにお年玉を配ってこなくては。ちょっと今日だ弟になるわ。新年おめでとう。そらお年玉だ。それで美しいものを手に入れるといい。やったもらった。いくらもらったんだろう。おや、美術品に興味があるのかい？入ってないっすよ。あ、じゃあ今度ミキさん入ってないっすよ。俺が教えてあげよう。今何くれたんですか？入ってないっすよ。これで研修。犬年。お、ここかわいいね。飲めば知恵湧きいずる。他なんか特殊ギミックがあったりしないかな。こんのすけはここら辺なんか右足だけピョイって出てるとかで、こっちら辺で
まあ、コンノスケとかが止まるんじゃねえぞのポーズでなんか死んでるとかないですかね。さてで、連帯戦の方はもうちょいで10万手ぐらいですね。途中イベントとかでリアルの方のね、現実世界の方のイベントとかでやれなかった日もあって、まだ追いついてないけども、まあ、なんとか15万はいけるかなって感じですね。で10万のなんだっけ、ヒューガ小次郎、あっちはまだゲットしてないんで、じゃあ今日はどうしようかってあたりで、まだね脱いでないやつがいるんですよ。小さい子のお守りですか。よし、じゃあ新年一発目は初脱ぎで出陣です。頑張りましょう。今年も一年頑張るぞい。まだ毛利くん出撃させたことないんだよな。偵察結果を聞かせてください。ほい、子供殺法を見せる時が来たか。僕の動きが見えるかな。当たった。子供殺法、また下くぐり。何それ、ちょっとそれ俺もやりたい。これはもう、早い。なりふり構ってはいられない。なりふり構わず子供殺法、また下くぐりしたいわ。多分その後にね、なんか大人殺法、警察通報とか起こりそうですけど。やりました。これが僕の子供殺法です。何歳まで通用するかなそれが。主様、あれの準備はお済みですか。済んでる。ほら、小さい子が欲しがるあれですよ。ああ、へその緒ね。分かってる分かってる。ほい、少し時間をください。あ、もうちょいセリフあったかな。まあ、いっか。とりあえず毛利と誰かあるかな。まあ、多分あっても手合わせでしょう。投資ロケで、まあ、単純になんか生存上げたい人の適当に入れとこう。よし、みんなのご飯のためです。今日は畑仕事だね。頑張ろう。大晦日は何を食べたかな、そして元旦は何を食べるのかなと。なんかきっちり年越しそばや、年越しそばは食べる人多いけども、おせちを食べるっていうのはなかなかないよね。やっぱ作ると手間だし、まあ俺は作らんけど、買うとなるとやっぱ高いし、うん、でもセットでも売ってるから少量だったらそれを買うっていうのもありだろうね。ツイッターの方を眺めよう。コンノスケ、コンノスケとちょっとリオグダコを戦わせたいね。うん。どんな感じになるだろう。あの着ぐるみ危ねえからな。着ぐるみ同士でも戦うし、普通に来場してるお客さんに襲いかかるし、危ないな。これはさっきあったエビス袋とログインボーナスと、まあ、エベス袋はちょっと買えないけど、お、これあれですか、あれじゃないですか、予告表。これが今ある三が日のやつと、でおみくじとトーラブの花丸の方とと、まあ、そこら辺は置いておいて、もう14日ですよね。刀剣乱舞オンライン3周年、おー、連続担当キャンペーン、なんすかねそれ。なんか嫌な予感がするんですが。3周年各種キャンペーン、下はいいけども上のって何。なんか新規の刀剣男子が続くような匂わせだけども、担当鼠径部が謎の激痛を発している。あとはそんなにないかな。まあお正月のこのイベントがビッグなんで、うん、
でお寿司料理の話に戻ると栗きんとん好きなんですけども、高いよね栗きんとん。うん、磯辺の好物栗きんとん。さて任務終わってますね。うん、あとは毛利くんのセリフ、まあ聞いてないところいるぐらいだけども、あれを見よう。主様、戦績の報告です。うん、あ、そうそう、60ん戦闘剣、おや、あ、そっかそっか、ヒューガと拮抗か、そうかそうか、勘違いしてた。うん、あれ増えたと思ったけどそんなことはなかったね。登頂で毛利くんを眺めましょう。僕は毛利藤四郎、藤四郎兄弟の一人です。この名は元の主毛利輝元様にちなんで名付けられました。毛利と書いて昔は森と読みました。へえ、昔ハモリと読みましたに見えちゃった何度のハーモニーで奏でるんですかね。うん、うん、なんか特にツッコミどころがない、普通に可愛いだけでした雑な褒め方でしたけど。うわー、小さい子可愛いですよね。いや、僕の身長はさておき、森くんちょっと大きいの。うわー、小さい子可愛いで、うわー、はい、主様何でしょうか。はい、主様何でしょうか。主様、あれの準備はお済みですか。これでほら、小さい子が欲しがるあれですよ。これで一通りかな。あ、これクリックしたら落ちてくるとかないかクリックすることにグラ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 ってなって落ちるとか、痛いですよ主様とかお、落ちてるな、戻しておこうかとか、背の高いやつだったらね言ってくれたり、まあそんなギミックはありませんけども、まあ今日はとりあえず元旦で、これからとっとと動画の書き出しして、実家に帰るんで、これぐらいで切り上げておきます。ということで、2018年もよろしくお願いします。